久しぶりにそのアニメの現場っていうものをこう肌で感じた時に、完璧にやっぱり日本のアニメーションが変わったなと思ったんですよ。もう作り方とか作り方とか全てが、で作り方で作ったことは全然違ったテイストで、そういう時代に来たんだって時に、そうか、こういう中でなんか自分なりになんかこうやれるとしたらって言って、まあ一緒の丸山と二人でなんかとにかく作ろうか、どうせならその日本の映画の大元に戻っちゃおうか、いやそうだと思いますよ ね。ほんで、なんとなく二人でね、山中さんをってなって、いいですね、お行こうかっつって、何の先のあれもないんですよ、どうやって作っていいのか分からないです、で、まあ、手探り状態から、そうそうそう、ほいで、とにかくまあそういうんで絵コンテまでは作ろうとかね、と思って、まあ、始めたのがこの作品なんですけど ね。今の若い人たちにとってはサイレント映画なんて、あんまりこう及びてないのかもしれないんだけど、ヒッチコックがね、アルフレッド・ヒッチコックが言ったことは、映画の一番の宝物はやっぱサイレントだっていう、あそこで全てが始まったんだ、まあ、そこ全てとは言えないんですけど、僕もサイレント見るとほとんどあの人、あの時に頑張った監督たちのものがそのままずっとその後ね、進化しながら変わっていったんだろうと、やっぱり映像だけで伝えるっていう、その映像の言語能力的なね、超言語能力って言ってもか、言葉を超えて何か心を伝えるっていうのはサイレントで磨かれたっていう、そうですね、認識なんですね。僕から自分の趣味かもしれないですけど、アニメだと言ってセリフをバラ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 喋るのってとっても苦手なんですよ。いや、今多いんです、本当にね、まあ、ラジオドラマだと思うような、それやめてよっていうね、なんかセリフを喋ってるとなんかストーリーそのまま喋ってるんじゃないかって、ね、説明だったりして、そう、あれが嫌いで、できればアニメーションといえばセリフはなくても絵で表現できるのがアニメーションの世界なんでね、できるだけそういう方向が僕の中ではいつの間にかこう自分の一つの形になったんだろうと、丸山と二人でとにかく完璧にじゃあサイレントにしようと、それでその山中佐藤さんの中のネズミ小僧女流士のあれは、これは江戸の巻なんですよ、あのあと3本行くんですけど、フィルムはないわけですよ、でこれはシナリオがあって、でこれをとにかくやろう、でしかもだから山中佐藤さんの脚本を使いながらドラマを今風に変えるんじゃなくて、むしろあの山中佐藤の気分になった感じを作ろう、ネズミ小僧次郎吉というタイトルよりは山中佐藤に捧ぐガッと古い字使ってますけど、漫画映画が一番メインタイトルで、中身がネズミ小僧っていう、そういう構成をしたんですけどね、それで現代じゃないというか、まあ、とカラーになってるところとサンドイッチ、はい、そうですね、だからあの、ね、ネズミ小僧ジロキシは山中さんの脚本、あれもそのままやったら1時間半以上あるんですけど、あそうですね、あそれをだいぶ圧縮縮めて脚色して、はい、でこれだけじゃ違うなっていうのをやって、どうせなら山中さんのアニメを出して、しかも山中さんの撮影チームがいて、その撮影チームがよーいって言って、ネズミ小僧が入って、でまた最後は映画のスタイルに反復スタイルだったんですよね。その反復スタイルで戻して終わらせたっていうのが、まあ今回狙いなんですけどね。なんかまあ、なんとなく僕はその浦島太郎みたいに久しぶりに来て、今のアニメ会があって、なんか丸山と二人で何かやろうかって言った時に、どうせなら反時代的、もう本当に反時代的アニメをやろうということで、それでの中統一してできたという、まあ、スタッフは迷惑だったと思いますよ、やっぱり反時代的って何ですかって言われたからねこんな感じで、でも頑張って僕的にも本当に満足のいく形をできたと思います。ですね、本当にこれ海外の方が見るとね、まあ、特にその、まあ、日本のすごいもう元禄江戸からつながるね文化とか研究してる人が見るとすごい汲み取るものが多いと思うんですけど、本当それは嬉しいですね。描線にしてもね、まあちょっとこうやってポーズ取ったり、あれサービスですか？こうやって歌舞伎っぽい、あのアニメーターがすごいアニメーターだし、やっぱり日本でやる以上は日本の何か独特の文化から育った表現の作品だったり、芝居とかね、そうですね、線一本の引き方っていうのはやっぱり日本独特のものがある、それは誰しも日本っていう文化の DNA がちゃんとあるんだ、そういう感じが出れば、本田敏之って、僕は何部もやってるんですけど、彼は本当にこれ最初からサイレントだから映画の効果は使えません、
僕は。あ、そうです、ね、効果は使わないから、うん、音楽で効果的な表現してってお願いした。全部頭から終わりまで1曲、全部もうだからもうこのうちで1曲なんですか。1曲です。1曲なんだ。やっぱり本人とはいずれ、はい、1回チンドン屋をやりたいって言ったチンドン屋の音楽確かにすごいじゃないですか。チンドン屋の音楽一度やりたいって本人もやりたいって、はい、で今回は、まあ、本田チンドン屋風にはバケツの音とか、はい、洗面器の音とか音が全部入ってすごいな、うん、なんか面白い音が。サックスだね、5本人。んサックスは5本人。そう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 ですよね。俺、いやいや、あれ本人の声だから、ね、そうなんだ。いやいや、まあ、そんなことでいろんな人の力借りて、はい、やり成立したらいいの。